やっぱねこの小野寺電天っていうね、ここをやっぱ取ってほしいですね。腰の腰痛の人にもすごくね効くツボです。まあ脂質もそうですけども、脂質と小野寺くんね取れればもう結構いい感じで、腰痛の人とか腰がね辛い人には、まあ、効果的かなと思います。で小野寺電天の取り方はこうね、腸骨量、この一番腸骨一番てっぺんですね、ここ取ります。まずねそこはもうこうすればカツンとグッと入れてグッとやればここにありますもん、すぐ見つかります。ここね、この骨とあと大天子のこれね、大腿骨の一番外のところ、ここはもう手のひらでこうやれば、手根とかでやればあここだなって分かります。もう分かります。こことここねで見つかったら、このこことここの真ん中ね、線で結んだ点と点を線で結んだ大体真ん中のところで、まあ、ちょうどいい感じで合ってますけど、このところで結んだこの線と直角に圧を入れてこう動かすと、奥にグリングリンとしたのがこうあります。これどうですかこれ、はい、ねいきますよね。そしたらこのグリングリンちゃんの一番てっぺんで止めると、乗っかったところこれでずーんと効いてます。足響いてますね、足に結構響きいくんですよ。でもこれね、手でやってると痛すぎる場合もあるので、そういう場合はこの今マークしたここの点のところにね、こうマークしたところに中と肘を当てて、で下からすくい上げるようにグッと入れてこう動かす。これで一番いいところで止める。ビッとここはじーっと効いてますよねこれ。気持ちいいですね。こうね、こう動かして、こうパンツのラインで動かして、ビキニラインで動かすわけですね、こうやって。それで一番いいところで止めて、静止。で、スーッと抜いてくるという感じです。で、今度は、このね、梨状筋のところですね。この仙骨のこの際のところね。まあ、この模型でいうところの、まあ、ここのところです。ここを攻めます、ここ。ね、ここ。見つけ方はこの仙骨のこのね真ん中のこの仙骨のこの極突起みたいなやつがあるんですけど、ここのところからトントントンと下がってストンと落ちて何も骨がなくなるところ、まあここが尾骨のね、まあ、始まりのところなんですけども、ここから斜めここのところ、まあ、絵でいうとここのほんとちょうどこのラインですね。このラインに指をこう置きます。こうじゃなくてこうね。だから斜めになるから自分の立ち位置もここの真横じゃなくてちょっとこういう感じね。でこの骨の奥にグーッと入れていく感じ、ギュッと下にこう潜り込む感じね。ドルフィンスルーするみたいな感じでグーッと入れて、でちょっと横にこうしてあげるとメニューの束感が取れますので、でこうグーッとしてこう効かせることができますね。これですね、これ。でこうずーんと何回かこうやって少し動かしながらとかね、こう動きながらこうグーッとこうやってあげると。そうしたらそのままの流れでですね、このラインをずーっとやっていきますね。このラインですね、この中に腸骨のこのライン、まあ模型でこう見るとここやりましたとね、こうやりました。そうしたらここのへりのところをずーっとやっていくわけです。この大臀筋の基支部とかね、まあいろいろこうありますけどね、ここのところやっていく。ここ効かせどころですね。やり方は仙骨のところをぐーっとこうやっていきますと、やっていくと。そしたらこっから指をこうします。こう今までこうやってたのをこの辺でこうします。で骨から落ちたところストンと、腸骨の落ちたところここ、腸骨から落ちたここ、この際のところをやっていきます。ぐーっと。ここの腸骨の一番トップからストンと落ちたところ、ストンと落ちたここですね、これで、ここもこうストンとしたここもストンとしたこういう感じでやっていきます。でグーッと横の方まで結構できますよね。この辺までやってあげるといいかなと。はい、どうですか。あ、きれいでしょこれ。この基盤のところね、この腸骨のこのストンとしたこの基盤のところ、こういうとことかもね、ここも効きますよね。グーッとだけです。簡単でしょ。はい、以上となります。はい、いつも私の動画を見てくださり誠にありがとうございます。はい、動画を見ていただいた方はね、ぜひ私の LINE アットにもね、登録していただけると大変嬉しく思います。LINE アットに登録していただきますと、コミュニケーションスキル最高のね、肩もみ動画やり方ですよね。それを、ご紹介した、ね、やり方をもうそれ見ればもうすぐできるっていう動画を、無料プレゼントしております。すぐお届けできますので、ぜひ LINE アットご登録いただければと思います。よろしくお願いします。この感覚を本当何度もねこう練習していただくといいと思いますね。1、2、3でこういう感じ。この瞬間聞いてますよね。この瞬間。その後のこの施術の中で練習っていうかね、勉強できるようになってきますから。